翔さんと大塚さんと大谷選手を見に来ました。イエーイ。知ってますよ、大谷ぐらいは。さすがに須翔さんも大谷ぐらいは分かります。分かりますよ。日本の誇りの選手でしょ。おお。須翔さん野球とか見たことあります？ない。じゃあ初野球観戦。そうだね。須翔さんのカバンが大きすぎて一回俺たち列から外されちゃいました。なかったもん。もしかしたら大塚さんは一人で見る可能性がちょっと出てきました。無事中入れました。荷物を預けれる場所まで案内してくれるおっちゃんがめっちゃ陽気です。いや、でかい。すごい。いや、そうですね。はしゃいでます。おー、いきなり大谷選手。おー、すごい。よっしゃしました。なんか興味ねえけど興奮してきた。人がすごい。いやすごいですね。ディズニーランドみたいな岩から水出てるところ気になりますね。あれは何なんですかね。なんかアミューズメントも強い。大塚さんどうですか、ホットドッグ。まあ、いやうまそう。うまい。アメリカって感じだぜ。どうでした、須翔さん、初野球観戦は。てか、あの演出が面白かったね。ああ、その間々の。かわいい。演出見てる間に試合が勝手に進んでたりして。おいみたいな。でもあれで退屈さなくしてるのはすごいな。はいはい、あの楽しかったですよね。いや、おもろかった。大塚さんはどうでした？念願の大谷を生で見れて。いやー、せめてヒットを打つとか見たかった。そっか、今日ノーヒットですか？今日ノーヒット。あらららまあ、ノーヒット珍しいんだけど、最近だと。今日はちょっとついてなかったっす。今度は勝つぞ、勝つぞ。あら、めっちゃかわいい。リス。映画の博物館にやってきました。楽しみです。どうですか、今井さん、アニメーションの原点に。中腰がつらい。
これもう受賞した時リアクションをこう伸ばいやそうですただ喜んでるだけだろ。いやそうですね、やっぱその喋り始めたら終わるんだなと思ったから、かなり嬉しい。一番の醍醐味が映ってないっすよ。ハイタッチしてる場合じゃなかった。いやそうですね。というわけで映画博物館を見て回りましたけど、どうでしたお二人とも。楽しかった。やっぱ最後に見た SF 映画マッドが一番。ああ、はい。なんか SF 映画のいろんなシーンを切り張りしたみたいな映像ですよね、マッドみたいな。結局その、まあ、他の展示にしても、はい、巨大な画面に映し続けてるっていうのがあったんだろう、はい、映像を見てるだけずっと見てられるな。オスカーも受賞したし、ね、いやそうですね。コメントを取り損なったんですけど、いやそうですね、取って終わる。まあ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 、また次受賞する時の反省に生かす感じ。次はちゃんとやります。そろそろ念願のスターウォーズランドの入り口らしいですよ。まだ全然宇宙感がない、ね、そうっすね。こんなところにスターウォーズランドがあるのかっていうぐらいですけど。ちょっとジョン・ウィリアムスっぽい音が、ね、なんか聞こえてきますね。あ、本当だ。おお、だから来ちゃった。これ正面じゃなかった。いや、あっちの方がこう入り口感あってよかった。反対側の方だった。裏口っぽいところから。ツインズの BG を思い出しますね。でしょ。そう考えるとみんなスターウォーズビジョンズのチームなんですよ。そうっすね。確かに。確かに。ほら、あの廊下もちゃんと出てる。そう。例えば1億のスターウォーズのこのアトラクションで出たもの全部あそこに採用してる。ああ、そうね。いっぱい書きましたよね、これ。スターウォーズ作ってからここ来るとより解像度が高くなる。Come on! Come 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 on! Come
これ良かったですよね。これは楽しいね。これは楽しい。これは楽しい。美味しいなこれ。これすごいっすよね。これは美味しいよ。これは美味しいとこしかないっすよね。これは美味しいわ。これすごいっすよね。モニターが家に欲しい。あのサイズいいね。あのサイズで宇宙船をやってるのを見たいよ。ツインズのロケハンみたいでした、ね、高いだこれ。ちゃんと演出入ってるのがすげえ面白い。なんか外の戦闘もモニターにただ映ってるんじゃなくて、はい、すげえなんか空間がちゃんとしてて、ちゃんと見てる感じがちょっと覗き込みたくなりますよね。そうそうそう、いやー楽しかった。あ、すごい。社長の机にこれ置いといて、あの部下はこれに話しかけ、あーいいっすね。大塚さん後ろでノーっつってうおー、噂の1分の1スケールのミレニアムファルコンです。みんなで大塚さんの撮影会をしています。人間には興味ないマイさんはメカを撮影しています。ライトスピード、ライトスピード、ああ遅い、お疲れさん、遅い、遅い。応酬してんのかしてないのかよくわかんない。もう全員が遅いね。大塚さん、ミレニアムファルコン運転してみてどうでした？いやなんか指示がよくわかんなくて英語わかんないからなんかガチャガチャやってたら点数が最低になりました。ちょっと上がりかけてきたら終わった。あ、とりあえず着地はできたんだ。着地墜落。ルークが飲んでたブルーミルクを大塚さんが初めて飲みます。何味なんですか？なんだろう、ちょっとどうですか、ラムネっぽい。ラムネっぽい、へぇ。この枠の中だったら組み合わせ、どう組み合わせ。大塚さんは平和と正義のライトセーバーをなんで選んだんですか？平和と正義が好きなのか。かっこいい。セーブライオンズが青だから青らしいっすよ。セーブライオンズの色に合わせてやる。今井さんどうでした、初めてのスターウォーズランドは。やっぱ1分の1のパワーはすごい強い。ミレニアムファルコンも、まあはいはい、正直中より外見は概ね1分の1のあのホームセみたいな、はいはいはい、フォークとか。まあでも1日遊んだんで疲れました。足がね、こんなにずっと一日経って歩いてることないから。リフレッシュというか、息抜きになりましたか？そうですね、久々に遊んだって感じでいいっすね。May the horse be with you.
チャンネル登録、高評価、熱いコメントお待ちしております。よろしくお願いします。